ビジュアルから撮影していきますのでよろしくお願いいたします。お願いします。ここなんですけど、ちょっと車にもたれかかって足先ちょっとだけクロスするような形で、はい、であのこっちの海の方を見てください。ちょっとあの目線とかポーズちょっと一回入っていただいて調整するかもしれないんですけど、一度こちらで止められてください。はい、お願いします。丸丸だけ。じゃあ撮ります。はい、お願いします。3、2、1。はい、ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。後ろが後ろコースか。帰ってきた。矢部さん、もうちょっとこっち側向けますか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いけちゃん、はい、走りながらでも大丈夫そうですか。はい、ですね。じゃあ一回やっていただく感じで、はい、しましょうか。閉めます。こっちに首振っちゃダメ。作り方がマジでマーシャルのドンシャリな感じで、めっちゃ雑な音作りしてる。うん、しかもね、この高さだしね、高い建物多いから、もうちょい横になってきたらだいぶ暗い。大丈夫かなどっか。ありがとうございます。この関東で4人と一緒の撮
じゃあまだここからあります。メンバーと会うのも今日久しぶりだったんで、なんかそれも楽しかったですし、朝から夜までいろんなとこ行って撮影して、でまあ明日は明日で僕は弟に会うので、楽しみと恥ずかしさと、どういうこう MV とかになるんだろうなっていう、なんかドキドキワクワクって感じです。ありがとうございます。明日お願いします。大変でした。はい。明日もお願いします。明日もお願いします。よーい、スタート。カット。カット。はい、本日撮影以上となります。ありがとうございます。させていただいて、完成がすごく楽しみです。ありがとうございます。多分落ちるんではないですけど、落ちてるよって思ったんで、そこはまたシーバーで指示しながら、はい、はい、やらさせていただきます。はい、はい、皆さん撮ってください。じゃあ失礼します。何ですか。ナチュラル。はい、え、もうちょっと見て。すみません。すみません。でその後ろにあのカメラか、いわゆるバンの後ろのカメラ、はい、それで基本貴様さんの顔を狙っていくのか、基本この車とあとカメ車が前に行きました。あ、大丈夫です。車に乗り込むっていうシーンがあるんですけど、もう乗り込んで手紙を送るっていう手紙の色々いただきたいので、はい、行きます。よーい、スタート。はい、カット。よーい、スタート。はい、カット。カット。はい、カット。オッケー。はい、オッケー。はい、ありがとうございます。はい、いかがでしょう。まずちょっと丸でも。あ、キャノさん、ありがとうございます。
加藤。はい、現場 OK なんで確認はい。じゃあちょっと塚さんのご紹介で、はい、監督のアビルさんです。塚、はい、と申します。よろしくお願いします。ちょっとなんか新鮮な感じです。すいません。監督された時におっと反応しちゃったよ。ダメ出しがやってまいりこの辺りで、こう、ちょっとやり取りがある。はい。はい、こう動きがあって、はい、ちょっと、はい、あ、ここに、あ、ここにまで、こう、はい、絡みが。なるほど。いやー、無理またしちゃった。いやいや、全然いいっす、全然いいっす。緊張しますよね。緊張しちゃうよ。意外と。5ヶ月ぶりだし。5ヶ月ぶりだし。スタジオ毎週か。東方、我々の東方スタジオです。日常から連れ出してくれる。ありがとうございます。ありがとうございます。今の方は大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次、ちょっと同じような。OK、嬉しいね。OK、嬉しいです。次、同じような動きにはなるんですけど、はい、こう、ちょっと手前ぐらいから合流して、はいはいまあ、久しぶりですっていうのがあって、うんうんうんまあ、今日、ちょっと緊張しますね。はいはいはい、まあ、今あって、はいうのがあって。久しぶり。久しぶりです。お待たせしました。恥ずかしいし。恥ずかしいし、東方だし、知り合いいますよ。全然すれ違いましたね。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。こんなとこ見られた。月川さんが一番恥ずかしいですよ。何ですか。行きますか。はい。乗ってください。あ、ありがとう。まさか匠君の助手席に乗らせてもらえてくれたか。日本のサムシャインについてちょっとやってみます。はい、はい、分かりました。なので、はい、見ていただいたときに、はい、動線が割と、はい行きます。よーい。はい。スタート。久しぶり。はい。うん。迷わず来れた。迷わず。迷わずです。はい。だいぶ遠いところまで。結構ムズムズしますよ。現場にこの監督以外の立ち位置。いやいやもう本当に。そうそう。はい。自分を切って。そうっすよね。こういう気持ちになるのかどうして。自然にご自身のなんか感情に合わせてやっていただければ、はい、自然と出るものはそのまま出していただいて。わかりました。はい、内容も知らないので、そうです。初見で。そのまま、はい、リアルに。リアルに。はい。はい、じゃあ回してください。わかりました。本番行きます。よーい、スタート。いや、あの手紙を書いてきたんで、はい、読ませていただくんですけど、なんか変な感じが照れくさいね、うん、手紙といえば月川さんだったような、うん、俺の中では、うん、ちょっと読ませていただきます。はい。月川翔さん、初めて手紙を僕が月川さんからもらったのは、初主演した映画の時でした。すごく今でも残っている言葉が、僕の人生も北村匠海の人生も変わる作品になると思うでした。人生が変わりました。あの作品がなければ今の自分はありえないですし、もっと言えば中学1年生の時、初めて月川監督と仕事をしたあの瞬間に僕の人生は変わっていたのかもしれないとすら思います。そして今は一緒に日本だけではなく世界に向けて作品を作っています。月川さんのチャレンジと北村匠海のチャレンジが再び重なった気がして、そしてチャレンジもどんどん大きくなっている気がして、また
人生が一つ変わる気がして嬉しかったです。月川組の素晴らしいところとして、尊重する心が組を包んでいるところがあると思っています。そんな現場でまたチャレンジさせてほしいです。役者として監督を支える一人のスタッフとして、仲間として、また僕と出会ってください。そしてその時は任せてくださいと口癖のように言わせてください。北村匠。ああ嬉しいな。ありがとう。お返しということで。ああ大事なものを受け取った。なんか自分もやってきた作品全部チャレンジだったなと思って。うん、月川さんとやる、まあ、主演の時もそうでしたし、うん、まあ、思い返せば最初の MV の時も、うん、なんかなんだろう、あの立ち位置で作品に関わるって意外とあの時初めてで、中学生の時に自分中心で映画進んでいくっていうのを中学生の時あれ初めて経験して、でもなんかオーディションの時に、うんうん、あっこの作品やる気がするって思ったんですよ、あの時。ああ、なんか、うん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 。なんかこの後も自分がちゃんとこう人生でステップアップしていくぞと思う時に、多分近くにちゃんと匠くんがいるなっていうのをなんかまた感じました。うん、ありがとうございます。ありがとう。と言える人は月川翔しかいないと自分は感じてます。月川監督、撮影以上となります。あ、すみません、お世話になりました。お世話になりました。お世話になりました。いやあ、ありがとうございます。呼んでくれてありがとうございます。いただいていきます。ありがとう。宝物が増えた。監督どうでした？いや、新鮮でした。いつも撮る側なので撮られる側だと、やっぱ照れちゃいますね、なんかね。普段通りに言って一応むずいね。自然とっていうのが。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。お返しなんで、昔もらってるしな、みたいな。なんか、寄ってくよ。うん、ちゃんとお返しできたなって感じはあったんで。しかもなんか、あんまり思いを伝えきるっていう感覚はなくて、月川さんと僕のその僕が中学1年生の時からのなんかこう地続きの点がまた打てた感じはあったかなって思います。はい、じゃあ映像の撮影は終了になりますので、最後オンリーだけいただきますね。すいません。なんか月川さんが来ることで俺じゃなくてスタッフの皆さんが緊張するっていう不思議な環境だったんですね。なんかでもすごい貴重な体験でした。ほう、プライベートだったりとか撮影の裏じゃなくてその撮影の表で月川さんと膝を突き合わすっていうのはなんかほんと新鮮な気持ちでしたし、普通になんか月川さんとお芝居するってなんか面白かったですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
あれからの表面してる感じ、はい、これはどっちももう、まあ、ワクワク感ですね。あ、ありがとうございます。ハンドル持つとどんな感じですか？あ、いい感じです。だいたいそのぐらいで一定速で走ってもらえればこっちで合わせるので。わ、はい、かりました。すいません、よろしくお願いします。はい、どんなようにお願いします。いただきましょう。いってらっしゃいませ。ディオス。手前の緊張感みたいなカットをこっちのカメラで横腕狙いたくて、はい、それまたちょっとシルバーで言うので、そのタイミングだけちょっと暗めにしていただくと。はい、ありがとうございます。よし、はい。カメラが正面にあって、今からちょっと音楽流す部分とかちょっと監督から説明させていただくので、はい、カッポは大丈夫です。いらない。はい。はい。はい、じゃ準備でき次第早速ちょっと撮影させていただきたいと思います。はい。聞いててやめてまた元気に引き出すっていうのがワンセットで2回戦。2回戦。ああ了解です。はい、元気に引き出す、はい、元気に引き出すのは別に音楽とかかんない。ああ了解です。はい、なんかそうアクション的に。わかりました。はい。ギター外しましょう。で少し街の方で、はい、じゃあマイクに乗ってギターをもう一度。カット。はい、OK、 いただきました。終わっちゃったな。よーい、スタート。カット。カット。いきます。よーい、スタート。弟へ。こうして手紙を書くのは初めてかもね。なんか照れくさいな。どうしてこの企画に弟を選んだかというとね、いいお兄ちゃんじゃなくてごめんねって謝りたかったんだ。いっぱい意地悪したし、いっぱい泣かせたし、いっぱい迷惑かけた。小さい頃はずっと俺についてきて、何をやるのも一緒。お兄ちゃんとしてそれはすごく嬉しかったよ。でも、だからこそ調子に乗って意地悪とかちょっかいとかやりすぎちゃいました。いつからか喋る機会も減って、俺がこういう仕事をしてるのも好きじゃないって言われたこともあったね。そこでようやく自分がいいお兄ちゃんじゃなかったって気づきました。お互い年も重ねて、最近は少しずつまた喋るようになり、思ってることとかも言ってくれるようになったね。俺はいつでも味方だよ。ずっと見守ってるし、応援してる。頼りないお兄ちゃんだけど、頼ってくれたら嬉しいです。そして昔みたいに、お兄ちゃんって呼んでくれたらなと思います。今度、約束通りご飯行こうな。矢部正樹。手紙って緊張しますね。そうですね、はい、ちょっとなかなか家族に手紙なんてないですからね。すごい企画だわこれ。おはようございます。おはようございます。お願いします。昨日書いていただいたお手紙を持って、会いに行ってお二人が合流して
一緒にドライブして目的地に着いて手紙を読み上げるっていうのを一個ずつ押さえていくっていう形になって、はいはい、最初、向こうを見てていて僕の用意スタートで気づいちゃって大丈夫です、はい、なんか割と自然に来たなと思ったら、そうですね、足音がこう来てるなっていうので気づいて、で泉さんは運転席側に歩き出します。あ、そうです、はい、久しぶりですね。いやなんかあれだすごい俺も全く一緒で、はい、スタート。あのカメラが横で並走するので楽しそうに前向いて運転してるので、はい、横側を狙いたいちょっと開けっぱなしで見てみます。あー、これは常に開けっぱなし、まだ開けっぱなし、はい、じゃあ、パネルのちょっと取ってよ、カメラもまだ撮ってない。お話ししていただいて、まあ、向き合った状況にしていただいて、はい、スタートで正面を向いて実際に走り出していただく、はい、すぐ出てけるようにこの辺つけて、であの車に出てって、後ろに閉めちゃう、ありがとうございます。じゃあ二人がちょっと向き合って前笑って前を見るっていうカットが欲しい。はい、終わりました。終わりました。よーい、スタート。椅子の高さ20代のチャー、マイクのこれカット、あとこうねじれたりする、叩くときにさ、ハイハット側にこうねじれたりする、あ、でもしてると思います。あの、ハーフの時にこういう、こういう動きとかするから首もあるっす、ね、首めっちゃあるから、首は本当に首振るって何、こうなって、こういう振りじゃなくて、いやもうあのヘドバンそれ、これをするからでしょ、多分そうです。普通にやっとけばなんないと思います。多分なんないと思います。あまりにも頭振るなるかもしれない。大地もあれだもん、スイッチ入ったら行きっぱなしの人だもん。そうっすね。それが止めてくださいだね。え、物質を取る手紙の寄りの方が必要だったりする。寄りが必要です。寄りってか。え、読む？読みます。読むの？マジか。それはそうっすよ。マジか。それがメインイベントですから。泣くぞ。メインイベントですからね、それが。いや、だいぶ汚いです。ちゃんと万年筆で書いたんで。あ、そうだね。やば。全然慣れない。え、その何、各シーンとかに撮ってた？各シーン撮りました、ね。じゃあ、本番いきます。カメラ回してください。回りました。スタート。クワジさん。お久しぶりです、なかなか会う機会がなくなってしまっていた中、こういう形で再会できて嬉しいです、小谷さんとの出会いは以前中学3年の時に組んだバンドがあり、その時にドラムの先生として会ったのが最初でした、バンドのことなんて一つもわからない自分に一からいろいろなことを教えてもらった記憶があります。僕は2017年にディッシュに加入しました。正直かなりプレッシャーを感じていました。作り上がっているディッシュに途中から加入するという不安がありました、けど桑地さんはそんな僕に対してしっかりとドラマーとして力強いバトンを渡してくれました、今自分がディッシュのドラマーとして確立できているのも
一緒に作り上げてくれた桑地さんがいたからだと思います。10代のうちに桑地さんと出会えてドラムと向き合えた時間は自分の財産になっています。改めて感謝の気持ちをお伝えさせてください。桑地さんは今はあまりドラムを叩いていないかもしれないですが、僕の中で一番尊敬するドラマーです。また違う形で一緒に音楽ができたら最高です。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。泉大地、ありがとうございます。はい、改めて手紙を一回チェックします。はい、読んでてグッと来そうになりました。自分が自分と違ったって、途中あの瞬間俺ちょっと冷めたわ。女子か。いや、やっぱパーカッショニスト違うんだ。ガサついてるよ。最高でしたよ。楽しすぎる一日でした。ありがとうございました。手紙感動しました。感動しました。まさかこんなあの機会で会えるとは本当に嬉しかったですね。読むまでは知らなかった。知らなかったです。お手紙を書いてあの来てくれるって家で見るんだろうなって思ってまさか本人が読んでくれるとは。ありがとうございます。いやー楽しかったですね。なんか感慨深いです。師匠とセッションできるなんて。でもこんながっつりセッションしたの初めてかもしれない。ぶち上がりましたね。いや手紙もなんか照れくさかったですね。改めて感謝の気持ち伝えるみたいな。いやでもこういう機会だからこそ伝えられたんでよかったです。ありがとうございます。お願いします。はい、これ窓は閉めです。ありがとうございます。ねえ、もう嘘です。会いたい人に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 会
呼びお呼びします。車で一番さんが迎えに来て、お二人と合流して目的地に向かう、でそこで手紙を読んでいただくっていうのを今日撮らさせていただきます。はい、なんで基本的には割と、かなりお久しぶりってことだったんで、はい、そのなんていうかドギマギした感じとかも出ると嬉しいなとは、はい、実際立花さんは乗り込まずに、お二人が乗り込んでちょっと後ろ立花さんが回ったところでカットをかけます。はい、はい、はい、この車はされたことはないですよね。なんかこのような形のはあります。わかりました。ちょっとハンドル握ってもらっていいですか。はい、そんな感じです。はい、ここから出るときだけバックしていただいて、はい、あのマイクロの方にこう左にぐるーっと回ってもらって、あ、であの止めてついて、こう出ればいいですか。そうですね、こっちバックして左からぐるーっと。ああ、わかりました、はい。数年本当に移住してくる人が多くて、東京とかから。で、あそこの色変わってるよ、ね、なんかあるじゃないですか、ちょっと芝生の。はい。ああ、はい、はい。あそこのより奥入れない。あ、わかりました。手前で、はい、そこがまあ手紙読む場所っていう認識で泊まっていただければ。わかりました。はい。行きます。よーい。スタート。運転ありがとう。いえ。ねえ、最高のドライバー。話したいです。なんか何回か話したのドキドキする多分移動した先で手紙読むよりこの方がいいです、ね、いや、もっと、はい、やりました。本番もう用意スタートじゃあ読ませていただきます。秋先生、早苗先生へ。お久しぶりです。元気でしたか。僕がお二人に初めて会ったのは小学3年生か4年生くらいの頃だったと思います。お二人の明るいエネルギーのおかげでダンスが大好きになり、音楽も自然と大好きになり、たくさんの影響をいただきました。秋先生はダンス終わりだったかな、焼肉に連れてってくれて、ダンスのビデオをお借りしたのを今でも覚えています。未だに実家にあるんですが、まだ返さなくてもいいですよね。早苗先生は初めてダンスを2人で完成させる振り付けをやることになり、小学生ながらにドギマギしてた記憶がすっごい残ってます。そんな僕も28になり、お酒が飲めるようになり、もう30手前です。どうしましょう。北海道はちょこちょこ帰ってるので、もしタイミングが合えば乾杯でもさせてください。僕の人生に、多大なる影響を与えてくださったお二人に出会ってくれてありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。熱い、熱いメッセージグッときた。照れますね。いやーすごいね、こんな経験ないよね、なかなかグッとくるね。グッとくるわ。思い出すね。はい、じゃあ木則さんと早苗さん撮影終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
たらすぐ連絡しますね、はい、これもぜひ、はい、行きましょう。グッときたな。で、いきます。3、2、1、もう一枚いきます。3、2、1、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。これって もらっていいのかな。お渡ししてないです。あ、すいません、失礼しました。いいよ、ません。マジで字汚いですけど。すごい宝物ですね。宝物は一緒。嬉しい。ありがとうございました。それこそ本当にこの後もね、撮影あると思うけど、はい、頑張ってね。頑張ります。ありがとうございます。ずっと応援してます。ありがとうございます。やっぱりすごいちっちゃい遠いの印象が強かったので、今回久しぶりに会ってもうすっかり大人になって、なんかいろんな話をしているうちになんか感慨深い思いがこう込み上げてきて、何度もこうグッときながら、最後の手紙ではもうちょっと本当に泣きそうなぐらい感動しました。今回は素敵な企画に、お声掛けいただいてありがとうございました。こんな風に再会できる時が来て本当に幸せです。ずっとずっと応援しています。ありがとうございました。どうもありがとう。ありがとうございます。頑張ってね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。新書だけ教えてください。はい、またありがとうございました。頑張ってね。またあんま変わんなかったっすね。あ、うん、でも当時会ってた時僕より若い頃とかだったので、うん、お二人が、はい、そう考えるとなんか全然すごいっすけどね。なんかずっと俺の中にある大人っていう像があの二人かもしれないですね、うん、すごい大人。あ、そうなんですね、うんうん、B メロからか。 B から C ってB から、ん ?C 全部 C 切りますサビ、サビ入るって一回カットですもんね。そうです、はい、はい、終わりました。はい、ちょっと調べて、ちょっと選べによって変わるから。あ、危ない、すいません。言っときます。アテナ書いていただいて、ちょっとこう最初はまあスラスラと書いてもらって、途中ちょっと考える動き演技してもらって、また書き直す、書き出すっていうのをちょっと一連でやらせていただければ。最初にアテナ書いて、その下にみんなシートベルトはしといてほしい。止まってても、はい、部屋の中で書いてるシーン、はいはいはい、あ、そうだ、だから読んでるのと同じになっていた。あ、分かりました、はい、なんでそれでつながりで、はい、これ書き直した後が完成で読んだっていうあれなんで。あ、なるほど。じゃあそこで書いてるのは下書きっていうことですね。そうですね、そうですね。なんで元気ですかまで行って、一回悩んでいただいて続きを書いていただいて、分かりました。同じ、よいスタート。じゃあ以上をもちまして立花さん撮影終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。無事天気に恵まれ、今回の撮影は終わることができました。お、すごい、もう白い木出始めてます。北海道は寒いですね。でもこの後は美味しいもの食べて帰ろうかなと思います。そしてあの車マジでちょっと気に入っちゃいました。もう後半の方ずっと車の装置見てました、はい、かっこいいっすね。そうっすね、ウィーンってなんかすごい発進が気持ちいい感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。おはようございます。リッシュです。はい、そうですね、まあ、今回その、まあ、CM ともストーリーがつながっているところもありつつですが、あの僕たち自身が、会いたい人に手紙を書いて実際に
会いに行くストーリーの構成になってて、ちょっとディッシュとしては新鮮ですね、親の部位はかなり新鮮なんですけど、そういうストーリーの中でなんか僕たち自身のまあこの楽曲をまあ演奏してるシーンもあるし、あとまあ快晴だったので本当に空も天候に恵まれてこの曲の爽やかさにぴったりな MV になってるかなと思いますし、まあとはねそれぞれ個別で会いに行ったりしてるので、正直その分からない全貌も僕たち自身あるっていうのもなんか今まで個別にそれぞれが別の場所で撮影をしたりとか別の誰かと撮影 MV の中でしてるってことがあんまりなかったりしたので、なんかそこも含めまだ僕たち自身もお互い未知数なのも含めてなんかすごく楽しみな MV です。はい、そうですね、僕はあの一番最初に小学生の頃ダンスをやった時の先生ですね、うん、あのまあその先生なんかお二人いるんですけど、どちらともお世話になっていて、でそこのその小学生の頃ダンス始めてから音楽が好きになったので、うん、そうですね、やっぱり二人、はい、二人に書いた、そうなんですよ。あ、そうなんだ、そうなんだ、申し訳ない、それすら知らないっていう。そうなんや、そうなんや、そうなんやとか言って、お楽しみに、はい、そうなんや、そうなんや。僕はあの自分のドラムの師匠というかに手紙を書いたんですけど、まあ、そもそもその僕が加入する前にディッシュのサポートのドラムを叩いてくれてた人で、すごい、まあ、10代からお世話になってる方で、その方に改めて手紙書きました。僕はあの月川翔監督に書かせていただきました。あの出会いは中学1年生の時、あの MV の撮影に当時まあオーディション子だったんですけど、オーディションで選んでもらって出会って、その後自分が初めて主演する映画だったりとか、まあ、その後も主演やらせてもらって、まあ、ここ最近だとその世界配信に向けたそのサブスク内での作品のまた主演もやらせてもらったりとか、で自分が初めて主演した作品の時に僕月川さんからお手紙もらってて、その時にあの僕と北村匠海の人生を変える作品だと思ってますっていうのをいただいたのがあって、で今回はそれのまあこんなタイミングもないので、まあお返しというかお手紙返しっていう感じで選ばせていただきました。はい、僕は弟です、はい、まあ、弟一般人なんですけど、本当に全然会ってなくて、実家にも僕はちょっと帰れてなかったりして全然会ってなくてだし、最近は、まあ、僕も弟も大人になって、大人になってきたからあれなんですけど、ずっと仲が悪かったので、はい、悪かったね悪かったね、なんかそうなんだ、だからあんま喋ってなかったりとかもしてたんで、ちょっとまあこういう機会だし、まあ、最近はその大人になって喋るようになってきたからちょっといい機会だなと思って、はい、弟に会いに行きました。結構意外だったよね、まさきが弟に書くの自らね。弟もなんかこの仕事をあんまり好きじゃなくて、表に出る仕事が、そうだから了承してくれるかどうかすごい不安だったけど、快く OK してくれて、お、はい、いいね、お兄ちゃん、お兄ちゃんしていきます、超気になるわ、うん、車、まあ、みんな運転するしね、うんうん、俺なんかはあのみんなの送迎基本的にやらせていただいてます、はい、あの一人一人の、はい、送迎を私が、申し訳ないけど足として使ってますあの趣味送迎でやらせてもらいます、はい、僕も弟がいるんですけど、まあ、弟の送迎、父母の送迎、メンバーもちろんのこと、メンバーもちろん言うまでもなくメンバーはすごい、はい、本当に趣味送迎で、ね、はい、やらせてもらってます。結構いろんな方から送ってんじゃ連絡とか来られたり、あ、めっちゃ来ますね結構いっぱい送迎してます、はい、別に嫌じゃないってことですか、全然嫌じゃないです、時には羽田から
はい、白髪行ったりとか。大変ですね。で自分家帰ってみたいな。ね、運転はめちゃくちゃ好きなんで、でもそもそも僕小学生の時から車が好きだったんで、もう本当に趣味送迎です。みんなの送迎を。心よく心よく OK してます僕も。確かにね。はい、僕もドライブ結構好きで、そもそもうち の家が車持ってなかったので、ちっちゃい頃からその車に乗りたいっていう意識がすごい強かったので、まあ、18歳になってすぐ免許取って、で今はもうほぼほぼもう空いてる時間があったらドライブ行ったりしてとか、あとはそのディッシュの楽曲、例えば歌詞とかを覚えたりとか、あとまあ僕舞台もやってるんですけど、そういうセリフを覚える時とかにやっぱ車の一人の空間でなんかブツブツ言いながらドライブしながらなんか覚えるみたいなことやってますね。今回の歌詞も僕はちゃんとドライブしながら作りました。おお、素晴らしい、はい、てかドライブしないとダメだと思って。まあそうですね、家で全く出てこなくて、どうしようってなって、運転しようってなって運転して、あ思い浮かんだなと思ったら駐車場パーって入ってパーって書いて、あ止まったわと思ったらまた出てみたいな、今日もう一回繰り返しました。へえ、うん、でみんなで時にはこう会議したり時には笑ったりっていうのはすごいなんかこう思い出に残ってますね、うん、席決まってるよね。そう決まってるね。今でも、うん、乗るみんなでこう一緒に乗る時は席が決まってるんですよ、うん、もう暗黙だよね。そうそう、別に俺ここにするわとかもなしに、うん、自然とになってしまった。そうだね、前にまさきと遠い、右側が遠いで左がまさきで、うん、後ろが大地と俺で、俺が右で大地が左っていう決まってんすよ。そうね、うん、決まってたね。あともうちょっとさ、デカめの、ね、デカめのだと、うん、遠いがなんかこう何席か並んでて一番後ろがバーって長いところ一番前にここ遠いで、俺ら3人はここって決まってる。それね、遠いだけなんかめっちゃ遠いんですよ、いつも。そうだよね、決まりで勝手に決まってったんですよ、でかいやつね、うん、本当に理由は足をちょっとだけ伸ばせるっていう意味で言うゆとりがあるもんね。そう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 、ちょっとゆとりあるから。だそれに関して言うと後ろが意味わかんないのよ俺らが。あんなぎゅうぎゅうに、俺らの必要ないから、ぎゅうぎゅうに3人で、しかもさ本当にそれ大きい車さ4人だけ乗りますって時でもさ、うん、1回ここ3人で後ろに。そう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 。あでいいんだ。そうで大体まさきが1人席で、うん、俺と大地がなんか2人揃ってそう、ね、なんでわかんない。でもあれも落ち着かない、うん、あれも3人並んでる、逃れられなくなってる、もう逃げれない。すごいいいんだよな、うん、ドライブ全員でドライブ、ね、まあ、ちょこちょこね企画としても旅行行ったりとかしてますね。そうね、うん、俺ねこれね匠と大地はもうドライブに死なれてんのよ。もう俺は助手席乗り慣れてんのよ、うん、はいはいはい、そうだね。ただこれまさきのだけ乗ったことないなと思って。ああ確かに、ね、で全任せで今日なんちゅう昼からドライブしないってまさき、うん、そう言って、で全任せするわって言って昼にピックアップしてもらってそこから行ってみたい。確かにね、確かにこういう時でも前大昔多分俺まだ免許なくてみんな免許ありだっての時は、うん、みんな寝ててまさきが生きててまさき運転してて俺助手席にいたことはあって、まさきの運転は俺知ってんの。それで言うとでもないよね、確かにあんまり。そうね、そうだね、最近はもう俺ね4人でいる時運転しないね、うん、そうだね、うん、確かに乗せてくんないからな。確かにね、僕の車には乗せたくない。乗せてくんない、暴れたいね。なんか一回さレコーディング終わってさ、はい、なんかその後こういろいろあってさ、うん、まさきの車に乗せてもらおうかなっていうタイミングがあったわけ、うん、でももう見向きもせずパーっていっちゃった。せっかくなのね、見向きも、うん、ゼロ、振り返る気ゼロ。あーい、あったねそんなこと、うん、すごい。
切れますか。はい、はい、それではせーので見せていただいてもよろしいですか。はい、いきます、せーの、はい、お、来た、すごい、お、すごい、みんなまさきだ。えぇ、ー、まさきかな。いや、わかるわ。やべ、そうですね。いや、あのこれ大地も書いてるんですけど、僕もまさきで、まさきといえばなんか静岡だね。まさきといえば静岡だね。そう、なんかで、だからまさきに今日任せるわって言ったらマジで静岡そのまま連れてかれそう。あ、そうなんですよっていうイメージがありです。はい、そう、僕もなんか気づいたらまさきって静岡にいるんですよ。気抜いたらね。こっちが気抜いたらね。こっちが気抜いたらいるんで、それにちょっと同情したいなっていう気持ちありますよね。はい、はい、エナ様は自覚というか、いつも静岡に行っちゃうなみたいな。だから静岡っていうか、オフとかあったら本当にあの車でもう本当静岡とか山梨とか栃木とかもうなんかすぐフラッと行っちゃうんですよ。で、あんまりこう普段から自分の話をメンバーにしないんですよ、僕。で、たまたま話の流れでチラッと言ったら、みたいになるから、なんかそういう、なんか認識がね、そうちゃった。静岡のエピソードが強烈だったよね。そう、それはそうかもしれない。当時なんか、なんか結構スケジュール詰まってる流れで、あ、そういえば俺昨日静岡行ってきたんだけどさ、つって静岡この流れでみたいな、びっくりだったよね。そうね、そう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 、うん、僕的にはですね、遠いも大地も車内で一緒に過ごしすぎてるなっていう、まあね、ちょっと送りすぎたんで。そう、ね、普通にまさきを、まさきを送ります。僕が、僕が送り迎えやらせていただきます。はい、あ、なるほどね。劇場までとか舞台の、あ、うん、あ、どこでもいいんですけど、意外とその社内でメンバーと2人の時間って俺結構好きで、なんかすっごい軽い話を終わる時もあれば深い話をすることもあるし、確かに確かに、2人とはちょっと乗りすぎたなっていうのもあるね。話すこともないしね。だからまさきがちょっとタクミタクシー使いたいって時は連絡して、タクミタクシー、北村タクシー、北村タクシーいつでも行きますっていう。僕は第一ですね、あの遊園地早く行こうやっていう、怖いんだよな、これ、早くだからね。一度会った3、4年ぐらい前から一番怖い、ね、ずっと誘ってるんですけど一生行ってくれないんですよ、遊園地。ちょっとまずでも、まあここらで一旦ちょっと行ってみてほしいな。当時で言うとちょっと怖かったもんね。そう、急にまさきから遊園地行かないって言われるんで、ね、いや今でも怖いし。やっぱ2人で早く行きたいな、2人で。朝でしょ、しかも連絡の朝。そう怖い。前日とかね。前日だ、明日どう、怖。ありがとうございます。はい、まあ、今回はそのなんていうのかな、夢っていうとこにすごくフォーカスを当てて、あの僕たち一人一人が、まあ、小さくても大きくてもいいし、誰しもが子どもの時でも今でもいいんですけど、やっぱ夢ってあの持ったことあると思うんです。なんかそれがどんなにバカバカしくても、どんなに誰かに笑われても、叶うとか叶わないじゃなくても、なんかその夢を持つっていうことは素晴らしいよねって、なその特に僕たちであったり、僕たちよりもさらに若い人、まあ、いくつになってもいいんですけど、その夢を持つことって大丈夫だよ、夢を持つこと、夢持っていいんだよ誰でもっていうのを、まあ、歌詞に落とし込みつつ、まあ、そのドライブ要素もいろんなところに自分も運転しながら書いてたんで、なんか右折だったり左折だったりあってもいいじゃないかっていう、まっすぐな道だけじゃなくても右折左折 U ターンあってもいいじゃんっていうところとか、なんかそういうのもなんかいろいろ考えながら、せっかく関わらせていただいたので、なんかそういうところも含めて誰かの背中を押せるような、若者の背中を押せるような
そして自分たちの背中もちょっと押せるような曲を書かせていただきました。